やっほー、さくらです。はい、ということでですね、今回は私が実際に学校でやってたスクールメイトを紹介していきたいと思います。はい、まあね、実際にやってたよりはちょっとだけね、工夫もしてあるんですけど、まあ大体そのままということで、かっこ好きな人がいる時期にやってたやつやりたいと思います。実際に私、好きな人がいる時じゃないとね、スクールメイクをしていかなかったので、はい、実際にねしてた時のちょっとメイクをね、みんなに教えて、どこでも出たいよとか、今好きな人がいるから落としたいよって方とかにちょっとおすすめしたいなと思います。ということで、顔がむくんでるんでしょうか、早速始めたいと思います。それではレッツゴー。今日のお供はこちら、ホワイトモカちゃんです。はい、ケピケピ、朝一のホワイトモカって最高と思ってめっちゃうざない、うちの。うちさ、飲むときにさ、これかさ、こう片方をこうやってしちゃうんだけど、やばくないうち。ということで、早速メイク始めます。まあね、カラコンはね、つけなかったので、カラコンは省きたいと思います。そうしましてね、下地はこちら、じゃん、デコってあって可愛いんですけど、スキンアクアのトーンアップ UV エッセンスの日焼け止めエッセンス、これみんな知ってるでしょ。これね、みんな持ち歩いてた。大体ね、みんなポッケの中、ポッケの中は嘘だけど、バッグの中に絶対入れてたと思うの。まずこれ最高。私ね、これ何種類も持ってるの、まだ。もうね、私はラベンダーが好きで、色がめちゃくちゃ白くなるの。だからみんなね、結構使ってたのがラベンダーが多いと思うんだけど。これを、ちゃんとかちゃーんと、乗せていきまーす。この前ね、金縛りにあった、話を聞いてください。なんかね、あんま覚えてないんだけど、ちょっと前だから、悲しみ割にね、2回目ぐらいなの、会うのが。目はパッてこうやって開くんだけど、体がどうしても動かないの。気がついたらうち、もう朝だったんだけど、あれは何だったんだっていう感じ。悲しみ割ってさ、なんでなんの、原因ストレス、それともなんか呪われてる的な感じですか、何かわかんないんだけど。ちょっと今日たくさん保湿したからめっちゃテカるんだけど。ねえ、その時はファンでは多分あんましてなかったと思うんだけど、私はちょっと今日はしたいと思います。薄いやつ、てるてるのマスクフィットのピンクですね。一番明るい色をちょっと薄く使っていきたいと思います。ちょっと最後ね、制服着たりしてするので、ちょっと皆さんお楽しみにっていう感じで、薄めにつけます。あと、うち寝言がやばいの。友達とかにめっちゃ言われる、やばいよみたいな。さ、うちはさ、意識も全然してないわけだからさ、何もなんかさ、直せなくてさ、でも直したいんだけどね。なんか めっちゃ肌保湿されてない。はい、こんな感じで薄めにファンデーションをしました。そうしましたら、コンシーラーの方ですね、やっていきたいと思います。コンシーラーはこちらですね、ザセムを使っていきます。今気になる赤みだったり、クマとか小鼻とかをやっていけたらなって思います。か、私ね、普段ね、アンチのコメントっていうか、そういうのは消さないんですよ。本当に消したことなくて、ほとんど。っていうぐらい、まあ、なんか言い過ぎなのだったり、あと偽物、私になりすました人とかが、他のファンの子に、なんかコメント返してたりして、騙してたりしてるやつは、消したりすることとかあったんですけど、だいたいそういうアンチとかは消さなかったんですよ。だけど、この前ね、久々に3姉妹の動画あげたのよ。そしたら、もうなんかアンチが来たんですよ。で、私に対してはなくて、まあ、妹に対してのアンチみたいなのは、もう私の目にはね、見えたんです。だから、ちょっとその瞬間にね、コメントを封鎖させていただきました。すいませんけど、妹へのなんか、そういう誹謗中傷といいますか、アンチはもう怒るよっていう感じですね。やっぱりさ、自分のさ、妹って、うちは特になんか妹大好き人間だからさ、自分のね、アンチとかにはなんか一個もムカつかないんだけど、さすがにちょっとね、妹とかさ、家族にされたらムカつくんだなーって思った。だからね、ちょっとそういうのが今後あった場合は、遠慮なく消させてもらいますし、封鎖とかも全然しちゃいます。なので、消されてた場合は、そういうことだなってちょっとさせていただけるとありがたいです。はい、肌はキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーレディ。これめちゃめちゃ使ってた。これでちょっと抑える。これも薄めで、学校でさ、なんか前髪ってさ、めっちゃなんか湿ったりするじゃん。だから私はおでこ多めにつけてました。ねえ、聞いて、
多分ね、最近花粉の話ばっかしてるかもなんだけど、昨日寝たのがね3時ぐらいだったのなんだけど、起きたとか5時ぐらいでくしゃみをもう10回連続ぐらいババババババでしたので、どうしても眠たくてここから離れたくなかったのね、ベッドから。鼻水がこうもうなんかダラーンみたいな感じだったから、さすがにティッシュ取りに行ったんだけど、もうまた2時間後ぐらいに繰り返したりしたの。あ、やばと思って、普通に目もかいいしと思って。本当にさ、今年の花粉やばくない？めっちゃ苦しめてくるんだけど、うちのこと。はい、ということでベースメイク終わりでーす。こちらはシェーディングしよう。シェーディングもめちゃめちゃしてたね。影ってバレないから、マジで意外と。ヘアメイクのシェーディングパウダーの05番です。このフェイスラインの影のところと、前髪上げることないんで、もうちょっとだけ鼻に。ほんのちょっとですよ。はい、入れました。そうしましたら眉毛なんですけど、眉毛はペンシルで描くと絶対バレてたの。だから、パウダーでするようにしてました。でアイバローコンパクトメイク AFE で、こう真ん中の色をちょっと乗っけて、なんか間埋めるぐらい。これはもう大体というか、もう自然でお願いします。やばい、鼻水垂れてきた。そんな野郎だけじゃないぞ。なんか本当に部屋来てないから怒んないです。マジ眉毛はワンちゃんさ、怪しかったらさ、眉毛あげろみたいに言われたらバレるやん。だからこんぐらいかな。はい、バレないバレない、こんなん絶対バレないよ。ちょっと細眉って感じがね、なんかスクールメイク感出してるよね。はい、でもアイシャドウはなしなしなし、そんなんやってる場合じゃないもん。で、唇の保湿はこちらで最初にしておきます。ビビプロ、これね、田中みな実さんかな、これなんかが紹介してて使った。どなたか忘れたんですけど、多分田中みな実さんだった気がする。いい感じ。そしたらね、あの涙袋ちょっと作っていきます。涙袋はこちらのケイトのダブルラインエキスパートの極薄ブラウンを使って、黒目の下の影をちょっと濃くして、その後にいつものメイクとちょっと手順は変わんないんだけど、こういうコンシーラーを手に取って、はい、刺します。いや、全然すごくない？マジで涙袋あると漏れるからおすすめ。そこでですね、まつげをやっていくんですけど、ちょっと下地をね薄く塗ります。2塗りぐらい、こういう感じで塗ったら、ちょっと乾かしてる間にチーク塗っていきます。チークはまあこういう、なんて言うんだろう、昔使ってたのとはちょっと違うんだけど、こういうピンク系オレンジ系でちょっと攻めてました。もう目の下とかがバレなさそう。あ、もう絶対バレないじゃん、こんないい感じ。これはエチュードのラブリークッキーブラッシャーの301です。ちょっとまつげしていくんですけど、まつげは、まあ、ブラウンが一番いいかなっていう感じですね。黒だとちょっとはっきりしすぎちゃうので、私が使うのはこちら、ディレクタッチのロング&カラーマスカラ。これを薄く塗ります。 OK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 。 こんぐらい、こんぐらいナチュラルでいいです。そしたらちょっとね、まつげの間を埋めていきます。アイライン引いちゃうとバレるじゃん。だからこう間だけでちょっとかもしれない。オッケー、こんな感じで大体だけど、若干だけどね、全然違うからやってました。あとハイライトもしてた。ハイライトはこちらのセザンヌのパールグローハイライト01番をずっと使ってて、これはマジでバレないね。肌綺麗に見えるから、鼻とこの目の下が
ね塗るようにしてました。なんかちょっと顔テカってね、熱しすぎた今日、クリーム塗りすぎた朝、やばい、やらかし。次リップ、昔はティント系とか使ってたんだけど、ティント系でバレたことあるのでちょっと学んで、このロム&のグロス系25番を使うんです。粘膜リップっぽいやつ、これでちょっとティッシュに、この潤いを消す。よくない、絶対バレなくないこれ。終わりなんだけど、この髪型。ということでスクールメイクです。ちょっとさ、制服に着替えて髪も整えていきたいと思います。マジでスピン風メイクじゃないこれ、いい感じじゃない、超バリゴー。はい、ということで着替えました。じゃーん、ガチでバレないメイクなのでマジで激薄、あ、ほぼスピンなんですけど、こんな感じでございます。皆さんもね、ぜひねこれをして学校に行ってみんなモテてください。ということで、みんなマジでこれバレないからぜひやってみてください。プラコスメで全部できるしね。ということで、みんな真似した方はぜひメンションとかいろいろくれると嬉しいです。ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ、チョベリグ。